ヤコブの手紙、ヤコブの手紙、ヤコブの手紙は、新約聖書中の一書、ヤコブ書とも、著者は冒頭部分で、自らを、主イエス・キリストの下辺であるヤコブと名乗る。新約聖書にはヤコブなる人物が複数現れるが、その中でこの手紙を書いたと考えられるのは、以下の三名である。現代の研究者たちの多くは、 ヤコブというのは文書に権威を持たせるためのものであり、三人のヤコブの誰かが著者だとは考えていない。すなわち、本書は偽名文書であり、実際の著者は不明である。しかしその内容から、ここで著者とされたヤコブはエルサレム教会においてリーダー格だった主の兄弟である偽人ヤコブあるとするのが、批判的聖書学者のほぼ共通認識である。 無論この考え方に対しての異論もある。もし著者が偽人ヤコブなら、書簡が書かれた場所はヤコブが六十二年の殉教まで暮らしていたエルサレムであろう。本書がヤコブの名による著者不明のものとすれば、成立時期の可能性としては五十年代から二世紀、初めまで広く考えることができる。初めてヤコブ書を引用したのはオリゲネスである。 それをわずかに遡る時期では、エウセビオスの孫引きによれば、アレクサンドリアーのクレメンスがその失われた、著作の中で短く引用している。初代教会の時代、ヤコブ書の正当性に疑義を持つ者が、キリキアの死教手をドロスなど、少なからずおり、純正典的な位置づけがされていた。ムラトリ岩辺の聖典表には、ヤコブ書は出ておらず、エウセビオスも、教会史の中で、 論争中の書という位置づけにしている。ヒエロニムスは同じような位置づけを与えながらも実質的には広く受け入れられていると書き加えている。ヤコブ書は教会の中で聖典として受け入れられるまでに非常に長くかかっている。その理由として考えられるのは内容が主にユダヤ人キリスト教徒に向けられたものだったということに後考えられる。そのため、 キユダヤ人の間ではなかなか読まれるようにならなかった。それでも、アレクサンドリアのアタナシオスがまとめた二十七の聖典の中には加えられており、四世紀のいくつかの公会議を経て正式に聖典と認められるようになった。宗教改革の時代、一部の神学者によって再び、ヤコブ書が槍玉に挙げられるようになった。特にマルティンルターは、 ヤコブ書をあまり価値のないものと考え、藁の書と呼んで何度も聖典から外そうとした。その理由はルターが唱えた信仰のみという考え方の中心をなすパウロの思想を批判するだけの文書と考えたためであったと思われる。結局、ルターの弟子たちがルターが聖典から除外しようとしたヨハネの目視録とともに新約聖書については、 伝統的な二十七書とすることで、問題は決着した。現代では、本書が批判しているのは、パウロの思想そのものではなく、それを曲解した者たちであるとの理解から、ほとんどのキリスト教徒たちが、ヤコブ城を聖典にふさわしいものとみなしていい。本書は各地に離散する、ディアスポラのユダヤ人にあてて書かれている。著者が筆を取ったのは、 キリスト社の生活における行いの重要性について再確認してもらうためであった。著者は次のようなものを危険視している。などである。著者がキリスト社に向かって最も強調することは、行いによってギットされること。このヤコブの主張は一見するとパウロが書簡の中で述べる、信仰によってギットされることの反対の立場のように見える。 この問題を解決する一つの考え方はヤコブは他者の前で義とされることについて語っており、パウロは神の前で義とされることについて語っているというものである。また、ヤコブは行いイコール隣人愛、パウロは行いイコール古い立法について語っているというものである。恐怖たちのある者はこの問題を解決するために次のような考えを示した。 それは人間に救いをもたらす信仰は愛によって生き生きとしたものとされるものであり、その愛ゆえに必ず良い行いを伴うということである。だから信仰だけというのは単に頭で理解した言葉に過ぎないという見方ができる。その意味で興味深いのは使徒言行録26時20分である。そこでパウロは悔い改めて神に立ち返り、 悔やるためにふさわしい行いをするよう呼びかけたという。ある人はこれこそパウロが、ヤコブの言うすべての生きた信仰が行いを伴うという、考え方に賛同を示したものだと見ている。このように見てみると、ヤコブは福音を伝えているというより、道徳を教えているというのが適切であろう。ヤコブは、福音の確信を提示するよりも良いものと悪いものを、並べることで、 倫理全体のあり方を示している。このような反対のものを同時に示す書き方、光と影、生と偽などは、イエスの教えや、クムラン文書、十二使徒の教えなどにも見られる。また、ヤコブの手紙は、かつて臨重の秘跡と言われたこともある。描写のというの聖書における根拠を含んでいると、みなされてきた。5時14分15でヤコブは、 共同体の中で病人が現れた場合の対象を示しており、これが後にカトリック教会の美容者の問いうの形式になった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。